皆様おはようございます。本日はお集まりいただきまして誠にありがとうございます。ただいまより東京ディズニーリゾート25th Anniversary オープニングセレモニーを始めさせていただきます。さて、夢と魔法の王国東京ディズニーランドは1983年4月15日の午前9時にグランドオープンいたしました。そして本日2008年4月15日東京ディズニーリゾートはたくさんのゲストの皆様に見守られて25周年を迎えることとなります。この記念すべき日に際し、はじめに株式会社オリエンタルランド代表取締役会長兼 CEO の鏡敏夫より挨拶があります。鏡さん、お願いします。皆様おはようございます。オリエンタルランドの鏡でございます。本日は朝早くから東京ディズニーリゾート25周年を記念するオープニングセレモニーをお越しいただきまして誠にありがとうございます。本日2008年4月15日東京ディズニーリゾートは25周年を迎えることができました。これもひとえにこれまで東京ディズニーリゾートにお越しいただいた多くのゲストの皆様、弊社事業を支えていただいた関係者の皆様、そして私どもの良きパートナーでありますウォルト・ディズニー社の皆様方のおかげでございます。改めて皆様方に心から御礼申し上げます。本当にありがとうございます。特にですね、今日こういう形で朝早くからお越しになった皆様方、本当にありがとうございます。東京ディズニーリゾートの原点であります東京ディズニーランドは、ディズニーの素晴らしい世界を日本の子供たちに見せたいというたった一人の夢から全てが始まったのでございます。頭の高さまで。この夢は一人から二人へ、二人から三人と続き、やがて多くの人々の夢として描かれ、ついに25年前でございますが1983年4月15日この夢がですね、現実のものとなったのでございます。私自身当時その夢を描き続けた一人でございます。東京ディズニーランドのグランドオープンの時のあの素晴らしい感動感激は決して忘れることはできません。今でも鮮明に覚えております。そして25年が経過した今年、東京ディズニーリゾートはまた新たな夢の扉を開こうとしております。今年は1年間にわたりリゾート全体でさまざまな夢のようなプログラムを展開するとともに、7月には新しいホテル東京ディズニーランドホテルが、そして10月にはシルク・ドゥ・ソレイユシアター東京がそれぞれオープンいたします。合言葉は夢を開けです。皆様方とご一緒にこれからもたくさんの夢を描き、そしてそれを叶えていきたいと思っています。今後とも東京ディズニーリゾートに絶大なご期待、本当に期待していただきたいと思います。本日は皆さん本当にありがとうございました。ここでもう一人、共に夢を描く私どもの最高のしかも素晴らしいパートナーをご紹介させていただきます。
ザ・ウォルト・ディズニー・カンパニー社長兼チーフエグゼクティブオフィサーのボブ・アイガーさんです。Thank you very much, Kagami-san. Good morning and congratulations to everyone here as we celebrate this important milestone in Disney history. It's certainly a momentous day for all of us at Tokyo Disneyland, the Tokyo Disney Resort, the Oriental Land Company, and the Walt Disney Company. 皆様おはようございます。ディズニーの歴史上この記念すべき一日を祝福するためにお集まりいただいた皆様、おめでとうございます。東京ディズニーリゾート株式会社オリエンタルランドザ・ウォルト・ディズニー・カンパニーのすべての人にとって本日は大変意義のある一日です。 In 1974, following successes at both Disneyland and Walt Disney World, Walt Disney Productions began initial discussionswith the Oriental Land Company about the possibility of building our first international Disney theme park. ディズニーランドとウォルト・ディズニー・ワールドでの成功を受け、ウォルト・ディズニー・プロダクションズが株式会社オリエンタルランドと初めての海外におけるディズニーのテーマパークの可能性を協議し始めたのが1974年のことです。Almost 10 years later, we dedicated this beautiful place.On a day with light rain that actually gave way to a rainbow arched over Cinderella Castle, a sign that I believe promised great things to come. その後、10年近い歳月を経て、この美しいパークが幕を開けました。当日は小雨がやがてシンデレラ城にアーチとしてかかる虹となり、その虹こそがその後の素晴らしい発展の兆しだったのだと信じています。And they have. Through this successful partnership with our friends at Oriental Land Company, Disney had taken its first step towards sharing our popular theme park attractions, stories, and experiences with people of all ages around the world. そして実際に素晴らしいことが起こりました。株式会社オリエンタルランドの友人らとの素晴らしいパートナーシップを通じて、ディズニーの人気のテーマパークのアトラクション、ストーリー、体験を世界中のありとあらゆる年齢の人たちと分かち合う最初の一歩を踏み出したのでした。 As for Tokyo Disney Resort, it's done so much to extend the magic and fantasy of Disney to our guests and fans throughout Japan, whether it's within these gates or in the homes and hearts of the Japanese people. 東京ディズニーリゾートはパーク内に限らず日本中のゲストとファンの皆様のご家庭や心の中にまでディズニーの魔法とファンタジーを届けてきてくれました。 So on behalf of everyone at Disney, we are grateful for the friendship and partnership we have forged through the years with the Oriental Land Company, and we join in the excitement and anticipation of what Tokyo Disney Resort's next 25 years will bring. これまで株式会社オリエンタルランドの皆様と友情とパートナーシップを築けたことに対し、ディズニーを代表して感謝申し上げます。そして東京ディズニーリゾートのこれからの25年がもたらす未来に共に大きな期待を寄せています。ありがとうございました。ボブさん、カガミさん、ありがとうございました。どうぞ拍手でお送りください。さて、皆様。本日2008年4月15日、東京ディズニーリゾートは25周年を迎えます。25年経ってもこれから